武蔵国分寺は、東京都国分寺市にある新言集豊山派の寺院。三号は、伊王山。陰号は、最小院。本尊は、薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、武蔵国国分寺の後継寺院にあたる。創建当時の史跡については、武蔵国分寺跡を参照。伊王山国分寺演によれば、 武蔵国の国分寺は、現行3年の部外河原の戦いで消失し、県務2年、日田義貞により薬師堂が再建されたという。その後衰退し、1725年に本堂が再建され、法暦6年頃に薬師堂が再建された。薬師堂は、県務2年に日田義貞が旧国分寺の近藤跡に建てたことに始まると伝える。現在の建物は、 宝暦年間の再建。暗記する薬師如来座像は国の重要文化財である。二王門は宝暦年間の混流で入りもや作りの八脚門。老門は米津寺の老門を明治28年に移築したもの。これら薬師堂、二王門、老門は市の文化財に指定されている。また境内には万葉植物園として元国分寺住職が 昭和25年の38年の間に万葉集に歌われた植物160種を集めて作った植物園がある。この植物園は市の天然記念物に指定されている。国分寺所有及び武蔵国分寺関連文化財の一覧、所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。